大城博道の俺ルーチャンネル。6年なんですね、あのドラフトの時に、あ、ドラゴンズのドラフトの時に、あの時監督の方に、どの動きに田中君のチームがいました。本心を言うと、あれは本社命令。どのようにっていうの、普通に考えたら田中だった。でも鶴の一声っていうのがあるでしょ、ね、東海三県でどのようを取れっていう。そしたらあと何もできない。だからそれがなければダメ元で田中行ってる。それだけ突出してたピッチャー